はい、本日はね、このエストレアの続きなんですけども、エストレアの、レストアというか、まあ、リペアというか、まあ、一応塗装が出来上がって、あらかたパーツも、ね、リアフェンダーつけたりとかしてるんで、また細かい作業になっていきます。シートもね、張り替えして、これもね、色塗ったりとか、これも色塗って、タンクもね、ちょっとへこみもだいぶ目立たないようにはなったんですけど、まだ若干ね、こう筋が入ったりちょっと残念なんですけど、で、ハンドルもね、前のは低くてハンドル切るとこういうパーツがね、タンクに当たってたんで、これでタンクに当たらないギリギリのラインのハンドルに交換しました。でね、ポジションも若干上がって、わずかなんですけどね、すごい乗りやすくなったと思います。まあ、あとはまあちょこちょこと作業を開始していきたいと思います。ただ悩んでるのが、このね、ウインカーの位置がね、すごく気に入らなくて、ちょっとね、改善をどうしようかなって悩んでるところですね。で、テールをね、ちょっとこう、パイプでガードでも作ってみようかなと考えてます。ちょっとね、これ、ウインカーの位置考えます。ここでね、こういう感じでガード、あと2つ作ります。
こんな感じでねできました。あとこれ綺麗に磨いて、本当はね真ん中にもう一個ガードをつけたかったんですけど、取り付けのねネジをつけないといけないんで2本にしました。でこれでちょっと磨いてみます。こんな感じで、いい感じでできると思います。あと塗装します。